どうもこんにちは、トシです。新世界の神ポコエフロンだということで、今回はトシケ、こいつだ。こいつが変なのをあげてた、ポコの動画についてみたいな。これあげてんだよ。ちょ、これ見てくわ、ムカつくから。こいつもトシケだよ。黙れか。今回は何をやるかと言いますと、なんかポコエフロンの動画でポコエフロンがトシケのことをなんか言ってたみたいなんで、まあその動画をね、まあ見ていこうと思います。みんなバーカ、レッツーゴー。何ということで、レッツーゴー、レッツーゴー。昨日の動画は何者かに操られてました。この動画でそうだよ、トシケ、まあ、俺のことをなんか言ってたみたいなんで、はいはい、まあ、ちょっとね、みんなと見ていこうと思います。ってことで、実写だね。まあ、いい服持ってて、まあ、顔も整ってて、見ていこうと思います。なんか急に褒め始めるやん、こいつ。え、なんで？なんかちょっとなんかこう構えてたのに急に褒め始めるんだけど、気持ち悪いわ逆に。僕は昨日の動画を上げた記憶がございません。記憶ないです。あのような動画を撮影した記憶はございません。ないです。何言ってんのこれ。思いっきり撮影してたやん、動画投稿して。いや違う、お前記憶ねえんだよ。お前だろ犯人は。おい、ここか、お前。お前だろ、お前は、ほんとな。こいつだよ、こいつ。やったのこいつですからね。ほんとに。こいつってやるとなんか自分のこと指してるみたいですけど、この奥にいるもう一人のこいつですから。やったのこいつです。こいつ。わかりましたか？こいつですから。こいつなんですよ。お前だろ、バーカ。つまり、あれは操られていました。誰に操られていたかと、僕は犯人探しをひたすら頑張って、何言ってんの？この一日を過ごしました。何言ってんだね。その結果、犯人が特定できました。特定した？トシキです。は？何こいつ？何言ってんだこいつは。ちょっと待って待って。まあちょっと続き気になるから見てみよう。気になっちゃってんのかよ。僕のことを可愛いな。操り人形のように操作し、あのような動画を投稿したと思われます。なので、僕は悪くありません。ですが、悪くないです。僕のチャンネルであのような動画が上がってしまったことは事実です、はい、なので、僕は謝罪したいと思います。申し訳ございませんでした、はい、どういうこと、どういうこと、どういうことやねんこれ。昨日の動画を俺が勝手に撮影して、そう、投稿したってこと。そうだよ。俺が、うん、意味わかんないんだけど、何これ。操られてたから。しかもなんか謝罪してるし、まあまあ謝罪はね、まあポコエフロン、まあどっちみちちょっとしてほしいんだけど、謝罪、いいよ、謝罪させとけば。なんだこれ、謝罪、謝罪したじゃん。震えてるだろ、声めっちゃ震えてるやん。捕まるかお前は。ですが、謝罪の気持ちは一切ございません。謝るべきは組織だと思っています。はい、他にも伝えたいことが組織の、これはぁあります。なんやねんこいつ。僕はの方を尊敬しています。なぜならば、あの環境で尊敬してます。スイッチで大好きです。不可能だと思っております。いやいや、まず慣れてないだけでしょ。まあまあ、でも慣れても多分ポーカーエプロンじゃスイッチは無理だね。はそしてなんだこの顔、こんな顔するよ、こんな顔。まあまあまあ、いいや、まあいいや、まあこれタイミングだね。タイミングが悪かった。まあ何でもいいわ、顔なんて。もちろん僕がスイッチ勢から PC に戻ったとして、うん、スイッチ勢を尊敬しないかと言われますと、はい、はい、それについては、うん、わかりません。わかりません。なんなのこの言い方。舐め腐ってるでしょ。おめえの顔のか舐め腐ってるわ、僕。成長していくものです。なので僕自身も戻った時に考え方がまた変わる可能性はあります。まあね、なので、うん、その場合も戻ってくれたら嬉しいなと思います。思います。なんだこの言い方ムカつくね、なんか最後の語尾の。お前の語尾のーとか。はい、どうもこんにちは。トシキでーす。俺の方がムカつくわ。一回見るかも、一回。こっちの方がムカつくよな。ちょ、一回比べようぜ。今の俺の、ありまーすっていうのと、これ、どっちがムカつくか。どうもこんにちは、トシキだよ。今回は何？どうもこんにちは、トシキでーす。ちょっと挨拶変えたね。俺がちょっといじりすぎたんかな。はぁ、どうもこんにちはーって俺やりすぎた？ちょっと気にしちゃってんのかな。それちょっと申し訳ないけど、挨拶変わっちゃってるわ。はぁ、どうもこんにちはー、僕、ポコさんはスイッチ勢が好きですかと聞かれます。うん。聞かれます。わかりません。わかりません。スイッチ勢じゃないでしょ。っていると思いますか？わからんもんだって。聞かれます。わかりません。わかりません。なんかだんだん腹立ってきた。そういう人たちを紹介してあげてください。
わかりません。わかりません。あー、壊れたってきた、もう何これ。なんかもう語尾がなんか適当な感じ。わかりません。そんな感じでね、ちょっと今悩んでいるところです。まあコメント欄でね、悩んでるんですよ。欲しいみたいな意見が。本当にフォートナイトやるか悩んでるんですよ。どうしようかなみたいな。スマブラ楽しすぎて、全キャラ解放しちゃいましたもん。やると。やばいでしょ。ハマりすぎちゃって。ちょっとやんない。てかトスキ無言すぎだね。なんか喋れよ。ほぼほぼ俺の動画の垂れ流しじゃねえかよお前。この野郎。なんか喋れ。くれたら嬉しいなと思います。なんかもう PC も直んなくていい、もう本当にもうずっとポコエプロンスイッチでいい気がするんだけど俺は。ダメだろ。今回の動画はきついわさすがに、まあ、こんなねくだらない動画というか、まあちょっと報告動画みたいな感じになってしまったんですけども、ご視聴いただきありがとうございました。適当だけどな言い方が。トシキ分かってるよな。俺はもう操られない。次は俺がお前を操る番だ。なんやねん。お、いやいやいや、終わりかい。なんやねん。これで終わり？もうなんかなかったの最後。なんかこのクソしょうもねえ動画。で、まあ、どっちにしろね、なんか、たまたまなんですけど、今日僕赤い服着てて、トスキが青い服着てるんで。まあこれボクシングの試合だったら、僕がチャンピオンで、こいつが挑戦者で、まあ僕の防衛戦って感じになってますよね。だからつまり俺が何が言いたいかというと、はいはい、お前が青コーナー。なら俺はチャンピオン赤コーナー。お前にぶつける赤コーラー。トスキのお口チャックまだモロだ、イエー。